昨日からかな、多分あのマスク着用の義務化が上がったのが、はい、でもしないとなんか言われるんじゃないかしてない人間は何言ってんの一番しないお前四六時中してねえじゃねえかお前その、まあ、夜の業界もマスクに関してはいろいろあったわけじゃん。要は飲食店だし、そうですね、その女の子と会話するときに着用した方がいいとか、した方がしたダメとかもあったわけじゃん。ありましたね。で、一時さ、その周りがやりだしたからって言ってさ、ほぼ全県やったのがさ、はい、あのフェイスシールドキャバクラね。あれやばいでしょ。あれはやばいっす。やばいよね、フェイスシールドキャバクラ。びっくりしましたもんね。でも大手もみんなやってなかった。やってました。フェイスシールドキャバクラ。マスクは接客中つけれないからさ、フェイスシールドとかさ、やばいっす。反射するしさ、飲み物飲むときストローだしさ、あれでキャバクラ行きたいと思わないよね、そもそも。しかもあれつけてると可愛くねえし。そうそう。1ヶ月半、2ヶ月ぐらいかね、多分そのブームというかさ、そのぐらいは多分そのフェイスシールドブーム。で、まあみんな一気にやめたわけじゃん。それやめるって。何喋ってんの？だって聞こえないんだもん、はい、女の子の喋ってる言葉が、はい、しかも曇っちゃうもんだからさ、あんま顔わかんないしそもそもでもさ、それもそうだけどさ、そのまあマスクとはちょっと離れるけど、あのオンラインキャバクラね、あーやってましたよ。なんか時はのさ、その指名出勤とかしかできない時期の時にさ、そのなんか多分お金をかけつけたら多分いるんだろうね、ちょっとお金持ってそうな業者が、うん、オンラインキャバクラは流行ると、うん、でガールズもそうだしキャバクラもやって、だからね、料金システムはクレジットカードだけの決済みたいな、うん、でズームみたいに女の子と、あれ楽しいホストも一時ありましたね、あの歌舞伎の方で、オンラインホスト、そう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 、やばいでしょ。やっぱ我々とこの臨場感がいいわけじゃん、うん、結果的には空気感もそうだしさ、だからもう夜の業界も結構このマスクとかね、コロナ禍の中でやっぱすごい動いてきたなって、動いた割にはね、さっき話したけど衰退していってっていいことねえな夜の業界だから俺得したことがあって、あの自慢じゃないけど、これ鼻より上は自信あるのよ結構。 Every day I'm shufflingまあこれ結構角張った顔してんだけど、 Every day I'm shuffling。 でも今マスク美人って流行ったわけじゃん、マスク美女とかさ、俺結構マスク美男みたいな、うん、まあ、結果的には誰も寄ってこなかったんだけど、女の子は Every day I'm shufflingでもこれ、まあ、マスク美女のマスクなんちゃらのあれなんだけど、お前もそうじゃん、あの面接お願いしてたでしょ、女の子の面接とかさ、要はそうそうコロナの時期でキャバクラとかさ面接するじゃん、要は、まあ、対面同士マスクじゃん、どっちも黒服もさ、そうです、ね、女の子も、はい、あこの子採用意外と可愛いって言って、はい、外したらすげえ顔してたって結構あるよね。ありますね、はい、ありました。あ、ね、あったよね。だってあの人やっぱね、長いのした重要やけど、ほんと重要っすね、はい、ペッシャーがさ、俺みたいにやっぱこんだけ角張ってる子もいればさ、赤ドキシってなってる子もいるわけじゃん。そうですね、鼻どこ行ったのって子もいるわけでしょ、中には。だから当時はその一時とかはやっぱ面接時とかはすごいね大変だったんだろうなって、その面接対応した子たちとか、うん、あと道行く人がほぼ可愛く見えるよね、やっぱり。そうですね、うん、それはですね面接懐かしいな、みたいな。女の子面接に来るんですよ、でマスク美人だったら、うん、やっぱ、うん、いや裏でちょっと話題になるんですよ、うん、でなんか可愛いっぽい、でなんかちらっとちょっと見てマスク外してるんですよ、うん、マジかよやべえあったっす。この前、つい最近のそれやられましたけど、その女の子が、僕がその女の子に声をかけて、で女の子がいきなり僕マスクあの
あまあずまあまあまあいいかな、お前、まあ、肉団子2人と。Every day I'm shuffling。 やっぱ肉団子ブス多すぎるよね。そうっすね、性格悪いな。まあやっぱ性格悪いけどね。Every day I'm shuffling。 で続いてはね、やっぱこれもね、またあの大好評企画となっております、ダンソンラッスンゲーム、まあ、ちょっとまあ早くもアップデートしましたと、はい、あれね、面白いんだけど、その慣れてくると結構ね、あのラリーが続いちゃうから、うん、やっぱりだからその少しやっぱもう少し難しい感を出したいと思って2つ追加しました。はい、これ終わる通りそのラッスンとゴレライ、はい、ダンソンとフィザキ、これ今まで従来通りですよね。それはもう固定で、で新しくアップデートしたのは、ペヨンジュン、ペルジン、ウォンビン、ビールビン、ビールビン、ウォンビンって言ったら、はい、ビールビンって答えます。なるほど、要はウォンビン、ビールビン、ジョイマンだよね。ナナ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 醤油みたいな、ナナ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 ナンコツで、醤油まあ、コールはナナ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 お酒でお願いします。で、お酒なの、で2つ目、次がパーフェクトって言ったら、はい、ヒューマンと答えます、はい、要は、オリエンタルラジオのね、武勇伝、武勇伝で、これ負けた場合は武勇伝、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 なんでおさらいすると、ラッスン、ゴレライ、ダンソン、フィザキ、ワンビン、ビールビン、パーフェクト、ヒューマン。OK ですか？ OK。嬉しい。これやべ。じゃあ、私から。はい、お願いします。ウォンビン。ビールビン、ウォンビン。ビールビン。はい、アウト。はい、ウォンビン、ビールビン、パーフェクト、ヒューマン、パーフェクト、ヒューマン、ライ、ダンソン、ピザキ、ラス、ゾウ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 、シャオ、ああ、ラスン、ゴレライ、ラスン、ゴレライ、ラスン、ゴレライ、もう一作分ぐらいだけや、終わった、ちょっと待って。いやいやいや、やばくない？二十歳の時にはハマってるってやばくない？22、21歳はハマってましたって言われても俺迷惑な外来生物です。初めてやってもらって、え、何これめっちゃ気持ちいいんだけどあれ人生ハマっとったあ、ないんだ。 Every day I'm shuffling。 じゃあ一回だけやってもらえねえよ。ウォシュレットの10倍ぐらいかかる。カサカサの舌で舐められると全然気持ちよくないわかる。あ、でも俺のフェでやられて、あ、いいなと思ったのは、その水に口含んでやられるのはいいな。ちょっとひんやりして、お湯の方がいいんじゃない？お湯なんかでやんないよ。ラーメン食べたからラーメンのスープ入れて、しかもあのぬるぬる感がさらに気持ちよさ倍増あるかも。でもね、一個ずるい。結構盛り当てたいね俺。はい。こいつ俺が言ったのをそのまま言うから。そうですね、結構ずるいんだよ。結構ずるいです。俺がラッスンって言うと俺ぐらいラッスンって言うじゃん。あ、いい。俺がダンソンって見えたけど言ったらダンソンって言うじゃん、はい、でこいつ狙うときは、はい、とにかくその言われたことを俺も繰り返せばいいや思考が強いの、うん、で3連禁止でいいんじゃない。3連続は禁止。はい、でいきまーす。はい、ボンビヒューマン。ちょっと待って、
なら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 お酒ならならボンビビールビンボンビビールビンボンビはい、乾杯はい、乾杯Cut.